荷物が届いたよ。これ見て。わ、トーマスだ。僕はジェームス。コード。何このこれ。地獄のラーメン屋。読んでみる？手紙と。トーマスはもらった赤鬼だって。なくなってる。てっちゃん、もう一個の荷物が届いたよ。今度は何だろうね。また手紙だ。獅子神のふもとの松林で鬼を倒せ。わらじとお稲荷。この服と日輪刀を持っていくのだ。うろこ抱き。着替えよう。これが日輪刀か。それは上から被るものな気がします。そっちだ。よし。その加えてるのは何？ねずこ？ソーセージ。ソーセージだね。それはいらないよ。トーマスを取り返しに行くぞ。おー、ここは獅子神のふもとって行ってみる。あ、本当だ、獅子神様かも。わらじとお稲荷って書いてあるんだよね。わらじじゃない？これわらじだ。あ、トーマスたちここにいるのかもしれないね。ここは？お稲荷さんって常の神様なんだけど、あ、これは牛の神様だ。どこかいないかな、狐の神様。いた、お稲荷様だ。すごいたくさんいる。ああ、よかった。この道も行ってみようか。すごい鳥居だね。たくさんある。何本あるんだろう。お面だ。なんか力が強そうなお面。このお面で鬼を退治するってことかな。鬼はどこだ。とりあえずおみくじやる。2番大吉。豆だ。豆。この豆を使って、うん、鬼をやっつけろっていうことかも、うん、ここには鬼もトーマスもいないから松林を探そう。松林だ。ここに鬼がいる。え？あ、いた。あそこに。よし、鬼をやっつけるぞ。やっ。え？鬼が逃げていったね。ゴードンじゃない？あとはトーマスだけ。逃げたー。おー、獅子神様だって。別の獅子神様がいるみたい。獅子神様はどこかな。これ。あ、いる。
行ってみよう。あた、いた、トーマスがいた。よかったね。よかった。トーマスいたね、よかったね。見つかったトーマス。ありがとうございました。トーマスが泳いでるから。泳ぐなトーマス。神様っているね。神様っていたね。ここ全部いるね。ここいたね。鬼もやっつけたね。